関鉄観光バス本社営業センターは、茨城県土浦市真鍋一丁目に存在する関鉄観光バスの営業所である関東鉄道株式会社の本社ビルに隣接している。本社営業所の一般路線は主に土浦市北部、霞ヶ浦市南西部に路線を展開する。当初は貸切バスが主に配置されているが、常日の一般路線も受け持っているため、 一般路線車も配置されている。以下、路線車の推移について記す。1999年の、関鉄観光バス発足時には、元川崎鶴見臨港バスの椅子鈴 CJM1 台と1985年の、筑波万博シャトル用に増備した椅子鈴 LV2 台、関東鉄道本体から移籍した、北村ボディー仮想の椅子鈴 MR1 台、富士十六 e 仮想の椅子鈴 l r 二台が、 在籍していたが、老朽化や路線廃止に伴い、龍ヶ崎や水戸からの遺跡者によって置き換えられて、全廃した。中古車はかつては、千葉交通から、日野、RJ と筑波大学の学内バスとして運用されていた、日出 RM が在籍していた。その後、京成バスから、エルガミオや日野、レインボー HR が当初に配置されている。関東鉄道を取りで石岡を経て、 当時の日本観光バスに移籍、このうちの一台は発足当初タマフレンズが描かれていた。ありがとうございます。